こちらのステージでは大野町獅子舞保存会の皆さんによる加賀獅子舞をお楽しみいただきます。獅子舞の歴史は古く、江戸時代より前にはあったと言われています。加賀藩では幕府に隠れて武術の鍛錬をするため推奨されていました。また加賀獅子として金沢市無形文化財になっています。加賀獅子の特徴の一つが大きな胴体、頭の後ろに鞘と呼ばれる巨大な胴体がつきます。鞘は半円形の骨組みに麻の布をかぶせたものです。もう一つの特徴は太刀や薙刀などを持った棒振りの存在です。棒振りが獅子に相対して前の最後に打ち取るので、加賀獅子の花形は棒振り。獅子頭を操る頭持ちと棒振りのダブル主役の駆け引きが加賀獅子の面白さです。棒振りの勇ましくキレのある動きは武術のようです。殺し獅子とも呼ばれます。三味線や太鼓などの囃子方が獅子舞を盛り上げます。毎年の7月第4土曜日曜に大野町の大野日吉神社で例大祭が行われます。今年は今月の27日土曜と28日日曜の2日間です。ぜひ見に来てください。それではここからは大野町獅子舞保存会奥泉学会長をお願いします。皆さんこんにちは、大野町獅子舞保存会です。今日は短い間ですけども、獅子舞の世界を、堪能していただきたいと思うのでよろしくお願いします。お願いします。皆さん準備はいいですか？ではお願いします。
Hey!
ました。先ほどもアナウンスありましたが、27、28日お祭りがあるのでぜひ来てください。以上、大沼市島総保存年会でした。ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞもう一度大きな拍手をお送りください。大沼市島総保存会の皆さんでした。ありがとうございました。大沼市獅子舞保存会の皆さん、ありがとうございます。